三島は山口県萩市に属する島。山口県の最北端に位置しており、萩市沖北北西約4 5トルの日本海上にある。萩市には7つの島があるが、愛島、大島、筆島と並び、現在も人が住んでいる島である。三島はそれらの中で最も本州から遠い位置にある。また北長と海岸国定公園にも含まれている。 古くから大陸との交易で栄え、約1000年の歴史がある。先祖が和光の出身者もいる島である。現在の人口は814人。郵便番号は、島内共通で758-0701であり、電話番号は0838から 23xxxx である。地図左上にある島が三島。左半分に集落、右の方にダムがある。 打つ港から写真左方向に集落が広がる県内最北端とはいえ、津島海流が流れている影響で瀬戸内側よりも平均気温が高く、山口県内では最も暖かい地域の一つ。年間気温は摂氏17度で、瀬戸内とほとんど同じの観測地点での平均は摂氏15.6度。冬は摂氏7.4度と山口県内では類を見ないほどに暖かく。 夏の気温は、摂氏24.9度と山口県内、内陸山間地を除くと、瀬戸内や北長戸海岸域よりも低く過ごしやすい。ただし、冬の季節風が直接当たるため、体感温度はかなり厳しい。暴風は山口県内でも多いが、自然災害としては、考えの方が多い。裏日本型の気候。なお、その温暖な気候であることから、 海中では、いろいろな種類の熱帯魚や、サンゴなどを目にすることができる。本土からは、天候の、良い、晴れた日に、沖合にうっすらと浮かぶ三島を見ることができる。一説によると三つの島が並んでいるように見えた、ことから三島と呼ばれたのが、名前の由来とも言われているが、これには、諸説あるようだ。見える確率としては、萩市中心部から見るよりも隣の長都市からの方が、 見える日が多く、またはっきり見える。逆に三島から本土を眺めると、ほとんどの日に中国山地の山々を見渡すことができる。島民の観察によると、ごく稀ではあるが三島から見て、本土生誕にあたる下関市方北町及び、各島まで見渡すことができる日もあるという。山口県三島郡の一南側にある、本村地区、北東側にある、 宇津地区の2集落に分かれて、ほぼ全島民が住んでいるが、本村の北側、ホッスには、航空自衛隊の基地があり、そこで生活している者がいる。過去には、本村と宇津で、それぞれ独自の生活環境が整っていたようだが、現在では主要な施設等はほぼ本村に、集中しており、宇津には廃止、休止施設がいくつかそのまま残っている。本村集落のやや東寄りに位置する、 本村港が島の玄関となる。そのまま向かいに駐在所。そこから東50メートルほどのところに三島発電所。その北側に教育関係の施設が集中している。東から順に三島小学校、三島保育園、三島中学校があり、同じ敷地内に三島公民館がある。港から北西方向に伸びる道沿いには JA 市役所三島支所。 NTT、郵便局、食堂などがあり、近辺には他に、三島診療所、デイサービスセンターなどもある。漁協三島支所は南に面した漁港のすぐ際にある。本村港は地形及び防波堤の設計上を二つに分断された入り絵をなしており、漁協はその間に挟まれた位置にあたる。2020年4月4日、JA 山口県とコンビニエンスストアチェーンポプラが、 フランチャイズ契約を結び、島のよろずやポプラ三島店をオープンさせた。もともと JA 山口県三島事業所に隣接していた購買店舗があったが、事業継続が難しくなっていたこと、以前から島民より JA、萩市に対して生活店舗設置の要望があったことが理由であるが、JA では単独での事業開始は困難なことから、萩市、山口県漁協は、 ギット協議して、支店とともに、コンビニ機能と食品の取り扱いができる、生活店舗を改装し、開店にこぎつけた。ただし営業時間は9時30分19時。その他、本村港から約1キロメートル東にゴミ、焼却施設も完備されている。宇津津港は、集落の北東の端に位置している。すぐ隣に、宇津唯一の食堂がある。 集落の中心的な位置に漁協が立っており、売店を併設している。また、宇つ唯一の給油施設もここにある。スポーツ施設は、北西側に、三島体育館、南東側に、グラウンドとゲートボール場の3施設がある。宇つ保育所、宇都書室、三島診療所、宇つ分室などは使われていないが、建物は残っている。島の主たる産業は、農業と水産業で、 観光業にも力を入れている。希少な日本在来牛である三島牛の飼育はここでしか見られない産業の目玉と言える。三島牛は天然記念物に指定されているため、島内で食肉化することはできず、出荷数も制限されている。一方、作物としてはキュウリの栽培が最も生産額が高く、農業の中心となっている。その他、 米や旗箱なども栽培している。三島を取り巻く海域は大変うるおった漁場であり、漁業が行われてきた歴史は長い。本村、浦地区では、専業の漁師が多く、一本釣りに加え、生え川漁、縦網漁、た甘漁など、四季を通じて何らかの仕方で漁をしている。土曜を除いて毎日夕方に駆け取りが行われる。漁師と同様、農家の人でもさざえ、 アワビを持ってきたら、誰でも参加できて、サザエ等を漁協が買い取ってくれる。三島のクロマグロの陸揚げ風景うつちくでは、農業と兼業している漁師が多い。マグロ釣りなどの一本釣り、甘漁、敷網漁をしている。マグロの一本釣りでは時折3 0 0ラム前後の大物が釣れたと話題になる。そうした中で衰退してきた漁業もある。巻網、敷網漁業、 また、ブリエサ付け漁業といった人手が多く必要になる、方式や、トビウオリュウ刺し網漁業のような漁化の低下の影響が、大きい漁業分野はすっかり廃れたようである。2008年7月から8月、三島を含む萩市沖の海水温が異常に上昇し、漁業にもいくらかの異変が見られている。三島沖からほど近い千崎漁港で、熱帯生成物であり日本海では、 極めて珍しいとされるトビイカが水揚げされたとの話に漁業関係者は驚いており、また漁船上で短時間のより分け作業をしている際に腐敗が見られる状況に今までこんなことはなかったと嘆く声も聞かれ、もう少し気温が下がるまで休漁して様子を見るという漁師も少なくない。三島の海苔作りの風景毎年11月の後半になると、 四角い板状に形を整えられた糊が何枚も干してある風景が見られる。特にこの頃の比較的早い時期に生産されるものが質の良いものとされ貴重だと言う。作業は数ヶ月続く。同様にイカの干物も,もあちらこちらで目にすることができる。雨漁を行っている過程では収穫したウニを一家総出で処理する姿も見られる。ウニの種類によって取れるシーズンに ズレがあるため、この作業もそこそこの期間続く作業のようだ。島内には観光の目玉と言えるものがいくらかあり、観光客の需要にある程度応えられるだけの宿泊施設がある。本村地区には旅館が4軒あり、うち3軒は地物の海産物をふんだんに用いた料理を楽しむことができる。残りの1軒は素泊まり客用だが、徒歩1分のところに雑貨、 食品店があるので重宝されている。宇津地区は旅館、民宿合わせて5軒あり、その多くは宇津港や砂見た海岸の近辺に立っているので、ダイバーや海水浴客にとって非常に便利な位置と言える。とはいえ、港湾を挟んだ向かい側に位置する民宿も送迎を常時行ってくれるので大きな支障はない。お土産物の店などは限られている。 本村港に隣接したショップまたは各旅館等宿泊施設内で購入する必要がある。あるいは邪道ではあるが、萩市本土側に戻ってから市内ショッピングセンターで三島の郷土品を購入することはできる。公共建設事業は数社によって継続的に行われている。大規模なものとしては、まず自衛隊官舎の新築及び取り壊しの工事がある。 2006年から徐々に進んでおり、三島小学校北側の傾斜地に建っていた1階建て長屋造りの感謝を取り壊し、跡地に3階建て24個の集合住宅型の感謝が一棟建てられた。今後もう一棟建てることになっている。ちなみにすでに建てられたものが B 棟、次に建つ予定のものが A 棟である。需要の関係で、宇都南端の高台にっていた。 同様の感謝も取り壊され、さら地となっている。別の工事としては、山口県道300号を打つ本村線の拡幅工事が徐々に行われている。同県道は2つの集落を結ぶ最重要な道路といえるが、ところどころ普通車同士のすれ違いが困難なところがあり、対策が望まれている。もう一つの大型工事として、本村港周辺の港湾整備がある。 部分的に完成しているが、今後も、さらなる整備が計画されている。萩海運及び、ユリヤも参照萩港と三島の本村港、内港との間に、萩海運による定期航路が、春夏は1日3往復、秋冬は1日に往復運航されている始発で、三島に戻るダイヤとなっている。繁忙期は予約制をとっているが、30分前までに、 港で手続きをしないと予約が無効になる。悪天候の時には欠航になることも珍しくない。様々な気候条件に左右されるが、島民の間では波の高さ4メートルが暗黙の目安になっている。島内には県道が2本通っている。通常、陸上の公共交通機関はない本村港と宇都港の間は高速船を使って移動ができるものの、 冬の換算機ダイや以外は、船の進行方向が一方的となり、打つから本村への移動が難しい。したがって、島内観光、ビジネスなどで来島する人の多くは宿泊する、旅館などで軽トラなどの自動車を借りて移動するようで、ある。例外的状況として2007年までは、夏の繁忙期に両港を結ぶバスが臨時運転されていた。円で乗れるので大いに重宝され、 本村に住む島民が、うつの海水浴場に行ったりするのに活躍していた。しかし、利用者のほとんどが、料金不要の子供たちであったことから経費を賄う、ことができず、2008年は、運行を中止することになった。ゆったりとした観光を楽しむのであれば、レンタサイクルを活用する方法もある。本村公林説のショップで300円で借りることが、できる。また、 自転車を船に乗せていく常連客もいるようである。荷物扱いで320円の別料金を支払うことによって運び込むことができる。レントサイクルの場合は、本村で借りたなら必ず本村に戻る必要が生じるが、自前の自転車持ち込みなら本村で船を降り、島内観光を十分に行った後、打つから船に乗って帰ることが可能になる。バードウォッチング三島は、 渡り鳥の中継地として知られており、日本で確認されている野鳥550種のうち343種までもが三島で見られる。4月下旬にはバードウォッチングイン三島が三島観光協会主催で開催され、全国各地から野鳥や渡り鳥の珍しい種を求めてバードウォッチャーが訪れる。島全体がウォッチングポイントと言えるほど広い範囲で観察できるが、 とりわけ容易に観察できる場所としては、本村地区の八丁八端、本村宇津間の旧道を峠付近、宇津地区の砂三田海岸付近、北東大に向かう道中などがある。島開き祭り毎年5月3日に、本村港周辺で開かれ、本土から訪れる人たちを歓迎し、出店で賑わいを見せる。砂三田海水浴場さ、三田海岸白車の海岸で非常に美しい。 春から初夏にかけては、浜昼顔の花が一面に咲き乱れ、素晴らしい景観となる。また、海水浴場に隣接して、北側にはキャンプ場が整備されており、海を見ながらのキャンプファイヤーや野外料理を楽しむことができる。スキューバダイビング、三島付近は、日本海特有の魚は元より、暖かい津島海流の影響で、原色系の色鮮やかな熱帯を、サンゴ類、 海牛なども見られ、ダイバーにとって絶好のエリアと言える。うつこの営業所県待合所に隣接して、ダイビングステーションがあり、ライセンスの取得や体験ダイビングもできる。島民に対しては、格安のライセンス取得コースも用意されている。さらにシーカヤックなども楽しめるようになっている。タコ揚げ三島の伝統だこ、鬼、洋図を揚げるのだが、古くからある大凧に加え連ンこも、 なかなか飲み物と言える。毎年10月の半ばには、全国たこ揚げ大会員三島が開催されて、大勢の参加者で賑わう。会場となるのは、本村東側、八丁八端と呼ばれる、給水電地帯である。ハギクロマグロトーナメント、三島沖は、日本有数のクロマグロの漁場として知られており、漁場保護及び漁業者と、遊魚関係者の相互理解を目的として、 毎年11月頃このクロマグロ釣りの成果を競う催しとして開催されている。近年は釣り好きとしても知られる俳優の松方広樹がゲスト参加しており、2008年2009年と2年連続で3 0 0ラム超の超大物のクロマグロを釣り上げて優勝している。三島ジ井コンボ古墳群三島南東部、また本村の東側に広がる横浦海岸一帯に、 約200基もの古墳が並ぶ関石,石塚古墳群がある。7世紀から10世紀頃のものと思われるこれらの古墳は高度な文化を持った指揮官クラスの墓ではないかと考えられている。ある見解では、先森の墓とも言われている。この名称人コ根墓の由来については有力な説が2通り、あり、台湾語で共同墓地を意味する地公墓から来ているという見方と、 じいさんを意味する、じいこうという古い地元言葉の名残ではないかという、味方のいずれかであろうと言われている。昭和59年7月25日に国の史跡に指定された。露兵漂着地記念碑1905年三島沖で日本海海戦が行われた際に撃沈したロシアのバルチック艦隊の乗組員55名がボートに乗って宇都海岸に漂着した。その中には、 重症者も10名含まれており、島民は同じ海に生きる者として治療と救護に尽くした。この人道的行為を誇り、称賛する証として、うつ海岸近くに記念碑が建てられている。昭和天皇御星ゆりやかいを歌う記念碑、秋深き、海を経たてゆりやか日の住める三島を遥か見探ると歌われた記念碑が小牧台公園に建てられている。 三島の亀生息地三島はかつて本州の一部だったらしく、その根拠として三島の亀が引き合いに出される。三島小学校の北側にある片区の池に生息する石亀草亀がそれであり、国の天然記念物となっている。三島の牛、三島牛も山椒室町時代頃に朝鮮半島から土来し、現代まで池へ交配されず飼育されてきたため、 日本で最も古い和牛、原型と言われる。国の天然記念物に指定されており、数は減っているが、今も保存会が保存に努めている。押し合いの館保育園、小学校、中学校が設置されており、運動会などは保障中合同で行われる。なお高校がないため、中学を卒業すると、本土の高校に進学するようになる。放送テレビアナログ派に関しては、 立地から他県局電波の受信状態が良好で、他県で先行放送された番組に関しては、本土よりも先に見ることができたという。しかし、県内派については、本村地区の一部を除き派に中継局のある、田所山からの電波が届きにくいため、後に、宇都地区と本村地区の小高い山にミニサテライト局が設置され、クリアに受信できるようになった。 地上デジタルテレビ放送については2007年11月に本土側の萩市が地上デジタル放送対応になったのと時を同じくして三島も地上デジタル放送化された。また2009年末に入ると三島2局のミニサテライト局もデジタル対応となりこれを機にヤブがデジタル新局として開局させている。なお萩市内であるが三島全域は ハギケーブルネットワークのエリア外となっている。通信インターネット環境については NTT 系の ADSL サービスが利用できる。光ファイバー回線や他社の ADSL 回線は通じていない。携帯電話は NTT どこも AU の2社が島内最高地点のイクラゲんにソフトバンクが本村集落にほど近く小高い丘に中継局を建てている。 本村においてはほとんど視角になる場所がなく安定した通話音質で会話することができるが、打つには電波が届かないのが現状である。注釈出店。ありがとうございます。